分でわかる事業再構築補助金の事業計画書フレーム解説、今回3回目ですけども、弱み脅威の書き方についてお話を、ね、していきたいと思います。事業再構築計画書においては基本的には強みと機会が非常に重要なのは前回お話したんですよね。で、逆にその弱みと脅威というのはですね、既存事業がこのままでは非常にやばくなる、だから新規事業の必要性があるんだということを説明することなんですね。で、基本的には弱みというのはこれ悪い点じゃありません。既存事業が、ね、の例えば可能性、機会があるとしましょう。既存事業でこういう未来像がある、しかしそこを取りに行けない、弱い経営資源、人がいない、金がない、物がない、ノウハウがない、経験値がない、人材がいない、こういったもので取りに行けない状態を指します。だから悪い点という意味じゃないんですね。悪い点って書くともう、新規事業とかに、関係ないことまでいっぱい書いてしまいます。で、脅威というのはもうご存じの通り、外部環境の変化でもどうしようもない悪い環境、今回のコロナがそうです。誰が意図したわけじゃなく、広がってしまったわけですね。ただしこれね、書いてます。ここはあまりページ数の関係上あまり長々と書く必要もないし、そんな弱みとか脅威を訴えたところで審査官の心が動くとは思えないわけですね。ですからほどほどに書きたいと、いうことで、弱みにつきましては強みと同じフレームです。顧客リスト、ブレーン、顧客における弱みって何なんだ、取扱商品の弱み、未来がないことは一体何なんだ、あと専門技術とか資格、ノウハウ、こういったことないという弱み何なんだ、それから不動産設備、そういう、組織面で弱み何なんだと、いわゆるこの弱みと思われる経営資源を具体的に書きます。何回も言ってますけど、悪い点ではなく経営資源としての具体的な弱みです。なるべくですね、感情的表現とか感覚的表現は避けるようにしましょう。具体的事物、事例、実物でお話をします。次に脅威、これはですね、現在の市場の、で予想されるリスクや脅威、これは今の仕事ですね、今の本業の未来像、今後起こり得るさらに厳しい現実はどんなものがあるか、これも枠は小さいですけども、ある程度書くって、そんなにダラダラダラと書く必要ないなと思ってます。それからそれに関連します、事業再構築の必要性を書けとなってます、その事業再構築の必要性というのは、この事業再構築をしないと今後どれぐらい我が社は厳しくなるのかを書きましょうねということですね。ここに書いてます。新分野もしくは新規事業を転換をしないと今の顧客はどんどんこうやって悪くなってきます。それから市場でのシェアとか売上がこう悪くなってきます。結果業績利益がどんどんこういうのが悪くなり、極端な場合縮小、リストラ、倒産、廃業というのはもう未来にも待っているということを書いていくということですね。あまりなだからどっちにしても長々と書く必要ない、分かってます、分かっているから申請したわけだからね、でも事実として書きましょうと。結局この必要性っていうのはね、新規事業のこの必要性っていうのは脅威と連動して書くということですから、一応一緒にご紹介しました。さあ次は新規事業のアイデアの書き方、その論拠についてご紹介をねしていきたいと思います。はい、こちらの方から事業計画書自体のですね、フレームがExcelダウンロードできます。無料でダウンロードできますから、ご希望のある方はぜひともされてください。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では今回は以上です。